J リーグファンの皆さん、こんにちは。山口元博です。景色はやっぱりびっくりしましたよ。まあ、僕自身も日本リーグやってましたんで、まあ、本当に観客がわずかなところでやってましたし、どうなるのかなって全く想像つかなくて、ただあれが満員になるっていうのは本当にびっくりしましたね。まあ、もう寝るでしょまあムードメーカー的な面があったんで、まあ、そういう彼が点取ったっていうので余計盛り上がったと思います。まあ、そのホームを、まあ、勝利で飾れたっていうのは非常に、まあ、嬉しかったですね。まあ、一体感は非常にあったなと思いますね。はい。まあ、変な言い方すると気持ち悪いぐらい仲良かったんでまあサンパイオとかそういうブラジル人が行った時は、まあ、よく、まあ、午前中練習して、まあ、お昼からクラブハウスの横でバーベキューやって、まあ、いつまで経っても終わんないですねそれこそそのまま夕食もそれで取るようなぐらいな感じで、もう本当日が暮れるまでやってましたね。まあ、あの雰囲気は非常に、まあ、大好きだったんで、スタンドが非常に近いですし、まあ、本当一体感を感じることができるスタジアムですから、まあ、いろんな思いが詰まった競技場だ。まあ、もちろんいいこともあったし、まあ、悔しいこともあったし、まあ、嫌なこともあったしっていう、まあ、自分の中では、まあ、フルーゲルスとして、まあ、三ツ田でやるのは最後かなと。まあ、Jリーグの最初もあそこでしたので、あと、まあ、遡ると、まあ、大学卒業して一番最初のゲームも、まあ、三ツ田でしたし、まあ、シチュエーションがシチュエーションだっただけに、まあ、試合後の、あの光景っていうのは、まあ、なかなか忘れられないなという光景だったと思うんですけど、当時 J2 の、アルビレックスから、まあ、声がかかって、まあ、J1 に上がりたいと、その力を貸してくれと、まあ、当時の反町監督に言われて、まあ、非常に嬉しかったんですね。いい環境ではなかったですね。グラウンドもなかったし、クラブハウスもないし、転々とした練習場、まあ、ただなんかサッカーやってる感が非常に強くて、泥だらけになってサッカーして、まあ、ただ目標みたいなのはただ高くて J1 に上がるんだ、街全体も、そういう熱があって、最後の最後ホームでビッグスワン、4万人入って、勝てば昇格という、もう本当にしびれるような状況で、まあ、掴み取ったっていうのは、まあ、本当に何だろうね、これがサッカーなのかなとか、うん、まあ、正直思いましたね。あのね、本当言いたいことはねたくさんあるんですけど、本当一言で新潟最高。ちょっとテンション上がっちゃっていやでも本当にテンション上がったから、まあ思ってた言葉がポンと出たっていう感じだと思うんですけど。